こんにちは、食いしん坊類です。結婚記念日のお祝いでお出かけ。パパどこ？パパちょっと前にいるよ。パパが見えないとすぐ不安に。久しぶりに電車に乗るよ。おやつ食べてごきげんさん。じゃあパパにおちょうだいお菓子。なんて？一人で食べる。一人で食べるの？全部食べる。パパにちょうだい。くしゅん。サンタさんにお願いしてます。クリスマスが近いので街はクリスマスで溢れてます。おしゃれランチ食べに来たよ。おいしそう。パパは一人で乾杯。ママのお膝で一緒に食べるよ。いろんなお野菜が入ってるね。ルイが一番好きなのはパパ豆。豆お豆大好きさん。おしゃべりしてお腹減ったかな。実はここで動画見てます。動画のおかげで暴れずに食べてくれてます。これがないとパパとママが食べる時間がなくなるので、外食の時は必須。集中しすぎて瞬き忘れてます。食いしん坊カウ。お手さん食べた後は全力で遊びます。なかなか登れないね。ボルダリングもお手の物。そしてエネルギー補給。燃費の悪い2歳児です。何お願いするの？絵本とおやつ。わー、サンタさんに頼んでおくね。スースー、パパ見てスースーしてる。シューシューだね。じゃあパパはここ。ひーちゃんはここ。ママはここ。ああ、豚さんじゃん。ネコルイとネコパパ、ネコママ。プリンとローとネコパパ、ネコルイ。クリスマスの絵本見てます。惜しい。数をなんとなく数えられるようになりました。サンタさん来るの楽しみだね。食
クリスマスが待ち遠しい、うん、V でした。うん。